角のチョコレート専門店クオンチョコレート。国内外のブランドで30ブランド、梅田阪急がセレクトする30ブランドに選んでいただいて、男性であるとか女性であるとか老いているとか若いとか障害があるとかないとかですね、こうデコボコどうやって組み合わせていくか。今何個まで？いやいやいや、もうそれすらの把握もしてなかったっつうね。事業拡大しすぎたんかな。目標に掲げたのは、障害のあるなしに関係なく最低賃金を上回る給料を出すこと。もう銀行は貸してくれなかったので、民間のカードローンを6枚とか7枚とか。そして巡り合ったのが、一つだったらみんななれるんで、一人一個ずつプロになればいいじゃん。クオンチョコレートはね、できる人たちだけで集まってるとか軽度な人たちでやってるみたいなことは福祉側からよく言われるので、そういうロジックをぶち壊そうと思ったし。甘かったり苦かったり、チョコレート、失敗しても温めればまたやり直せる。チョコレートな人々。